こんにちは、平山茂です。今日はですね、8月6日金曜日でございます。現在時刻は11時22分です。今日なんとサッカー日本代表銅メダルをかけてメキシコと戦います。皆様応援しましょう。今日のこの後夕方6時キックオフ、どうにか力になりたいと、サッカー日本代表の皆さんにちょっとでも追い風が吹くように、今日は神様に力を借りようと思います。ということで、今日はですね、愛知県の大府市にございます、八谷新名社というところに神頼みに行こうと思います。こちらのね、神社に関する詳細はここにね、ちょっとテロップで入れさせていただきますけれども、まあ金メダル神社と言われるぐらいね、非常にメダルとゆかりのある神社でございます。なので今日はそちらに向かいたいと思います。そして参拝します。では行ってきます。頑張れサッカー日本代表、銅メダル取りますよ。え、これ。ここが必勝祈願の絵馬でございますね。福を呼ぶ今日はの金ちゃん、いろいろ書いてありますね。絵馬はね、ちょっともうなさそうですね。社務所、仮の社務所はある、あ、社務所は一応あるんですが、人がいないので。絵馬描きたいな。ちょっと絵馬やってないですね。とりあえずお賽銭を入れようかなと思います。今ね、新しく作り直してるというような、基礎はコンクリートでございますね。対戦を入れます。ここに入れていいんですか。入れますよ、お賽銭入れますよ。入れました。サッカー日本代表、メキシコに勝ちます。勝ちますのでよろしくお願いいたします。そこのところでは失礼します。はい、ということで八谷新名社行ってまいりました。しっかりお祈りしてきたので
日本代表は勝つと思います。大丈夫です、日本代表みんな頑張って大丈夫だからね。試合前にこれ見てるんでしょ。見てないか。まあいいんです、そんなことはどうでもいい。とにかく日本代表の皆様大丈夫ですからね、大丈夫ですから、思いっきりやってください。髪から吹きますよ、大丈夫大丈夫ですからね。うん、もう大丈夫だ。しっかり戦ってください。銅メダルゲットして、皆様はオリンピックのメダリストですよ。さあ、というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。頑張れサッカー日本代表。